達人の道をご覧の皆さん、ご機嫌いかがですか。森藤恵美です。さあ今日は公募の達人です。気軽に応募できる川柳のコンテストにチャレンジして賞金や商品をゲットしましょう。私森藤恵美が川柳に挑戦するということで、はい、得意の恵美さん、はい、うん、川柳をタタンと紹介しますよ。はい、鳥鳥何ですかそれ。鳥鳥川柳ですよ。鳥鳥川柳はですね、はい、鳥にまつわる、まあ、川柳ですよ。そりゃそうでしょうね。そうですね、鳥もね、はい、まあ、楽しくて嬉しかったりびっくりしたり時に寂しかったり、うん、はい、切なかったり、うん、ね、鳥にも感情がございます。あるでしょうね。でまた恵美さんは恵美さんで鳥に対する思いもいろいろと終わりに、はい、ね、そうです。何ことでしょう。普段ね、鳥鳥考えてらっしゃいますから。そうですね、やっぱ鳥は友達ですから、はい、はい、その鳥にまつわる川柳を、うん、はい、募集中です。おお、採用されるとですね、うん、まあ、皆さんご存知の365デイズ鳥鳥カレンダーに掲載されると。あのね、皆さんもご存知ですよ、はい、皆さんもご存知の、あれですか、はい、はい、鳥鳥カレンダー、はい、なかなかね手に入らないんですよ。手に入らないです。欲しいんですけど、うん、はい、一回も見たことないですけど、うん、こんなものだそうです。素晴らしい、はい、ここにその川柳とともに、鳥が掲載されるというところでございます。締め切りは間もなくです。2021年5月31日月曜日必着です、うん、はい、応募はですね、うん、ウェブから、うん、鳥鳥カレンダー、もうね鳥鳥の撮って入れた瞬間にも多分トップページに行きますね。鳥鳥カレンダーって出てくると思います。あの鳥鳥ですか、はい、そりゃそうですよ、まあ、鳥鳥カレンダーで検索して応募フォームから投稿してください、うん、はい、応募は一人何区でも OK です。おー、はい、そこにですね必要な、お名前、ハンドルネームとか、うん、メールアドレス、メッセージなどと作品とともに投稿してくださいと、はい、いやいよいよこれを紹介できるね時が来ましたよ。本当にもうね、はい、いつかいつかと待ってました、はい、私。これまで色とりどりの工房を紹介してまいりましたが、はい、この日のために私続けてきたと言っても過言ではございません、ね、過言ではないです、この15年間。そうです、工房の達人、はいはい、さあ恵美さん、はい、いよいよ鳥鳥カレンダーに恵美さんの川柳が乗る時がやってまいりました、うん、来た。では読ませていただきます、はい、都会ではご飯探すの苦労なし。お、これはカラスか鳩か。これはねちょっと後でそれは説明するんですけど、まあ、鳥はねこの都会ではまあ、栄養満点のゴミというか、うん、朝になるとその道路に袋の中に入ってるそのゴミをね、美味しいね、美味しいご飯がね、はい、たくさんあるんですよ都会は。やっぱりあります。そうなんです。なのでうちも月曜日そして木曜日生ゴミの日を出すときはですね直前に出します。ルールですね。そうです。では、まあ、じゃないと、ね、カラスが、カラス、そうです、カラスが食べに来てしまうんですよ。なるほどね。だから例えば棒のなん余計ネット、うん、ネットに入れたとしてもネットの隙間から彼らは来るので、うん、例えばもう本当にポリバケツの中に入れて収集者の人がそこを開けて出してくれるっていうのにするか、うん、本当にもう直前ですよ。カラス賢いからね。賢いんですよ、うん、あれ気づかない。そしてカラスなんでしょ。カラス、なぜカラス、なぜカラス。都会ではご飯探すの苦労なし、苦労なし、苦労なし、苦労なし。おお、苦労、そうです、カラス、英語、苦労です、そうです。そことダブルミーニングかけてるんですよ。あれもうね、取りに来たでしょこの鳥鳥カレンダー、鳥だけにこれもかけてるんですよ。これもかけてる、もうどれもこれもかけてる。受験ですか。何を言ってんですか。もうこの、ね、春の時期から、はあ、いやいや、なんだったらその前の学年から僕たちの受験は始まってるんですよ。そっかそっか、もう始まってるのか、はい、でも受験生大変じゃないですかこのコロナ禍で。
まあ、去年からもそうですけれども、今年、ね、来年のその受験のシーズンだってもしかしたらまだこの、ね、コロナ禍が続いてオンライン、ね、オンラインでっていうことだってあり得る、授業を受けたりとか、ね、してそれで受験しなければいけない、マスクしてとかね、はい、大変だね、うん、本当に僕たちの頃はそんなこと考えたことなかったもんね。いや本当そうですよね、そうだ、本当に受験、はい、生の方々、その親御様、うん、ご家族の皆様、うん、そして親戚一同の方々、なんかすごい、大事になってきたぞ、応援していただいている先生、はい、恩師、いろんな方本当にありがとうございます。いや、ありがとうございました。頑張ってください。はい、でこれ川柳なんですよね。そう、川柳なんです。主催はですね、はい、大学受験で有名な赤本、うん、あ懐かしい、はいはい、ずらっとね、赤本ですよ、赤本が並んでます、本屋さんに。赤本の教学者さんがこの受験川柳を募集しております。はい、はい、ですね、まあ、内容は受験にちなんだ川柳ですというところなんですけども、うん、はい、応募は受験川柳で検索して応募フォームから投稿してください、うん、最優秀賞、はい、ちゃんと賞金出ます、賞品出ます、はい、未定です。未定、はい、あ、まあ、どっかの大学に入れる権利とかいいですね。自分の好きな大学に入れますだったら応募するよ ね、きっと。えみちゃん、とはいえ名門フェリス女子大ご出身ですけども、母校以外で、うん、こういう大学行ってみたいなって、そのいいですよ、わかりました、えみちゃん、えみちゃんが最優秀賞取ったら、はい、えみちゃんの好きな大学行っていい、はい、どこの大学じゃ行きたいですか。どこだろう、なんかより実践的にビジネスを学べる大学に行きたい、なんか、うん、もっと株の投資とかビジネスで起業するにはとか、こうなんだろう、この荒波の中を儲ける会社を作るにはとか、そういうのを学べる大学ってどこですか。締め切りは、うん、ちょっと先ですけども2021年10月11日月曜日必着です。これは別に受験生じゃなくても、はい、そうなんですよ、誰でも投稿できます、はい、ね、エミさんみたいな野心を持った方でも大丈夫です、はい、だって僕たち、うん、一生受験生じゃないですか。そう、だっていつだって受験していいんですもんね、大学に。そうだよ、大学生に年齢はないですから。そうです、制限はないんです。そうです、はい、だからこの応募にも年齢の制限はないです。さすが赤本の教学者。キャンパスをまだ見ぬ友と歩くため。あ、いいね、受験のその先で受験を感じる。そう、っていうことは辛いけれどもその未来の楽しいことを思い浮かべて、よし頑張るぞと。ちょっと受験のその先っていうイメージも良かったけど、もっとこう受験っぽく本当にリアル今の受験みたいなことを考えた川柳もちょっと考えてみませんか、うん、あ、じゃあよりちょっと受験っぽくしてみましょう。お願いします。わかりました。クイズ王、クイズ王、受験を生かし人気者、これいいでしょ。ほら今だってテレビを、クイズ王、受験を生かし人気者、ほう、だって今テレビをつけたら東大のクイズ王とかもうバンバン出てるじゃないですか。なんならもうタレントですよ。そうだね。でどこかの企業に就職するわけでもなく、うん、もう仕事の欄がクイズ王ですよ。そうだね、起業しちゃってね。そうですよ。なるほど。だから東大のクイズ王などのなんか受験の、受験した時のその問題の知識、一生懸命頑張ったその時の蓄えた知識を生かして、うん、なるほど、クイズ王になって人気者になって YouTuber、 高校時代に勉強したこととか中学校のこととか、はい、そういう小学校5年生に勝てるのかみたいな番組もあるじゃないですか。あります、あります。そうですよ、これが雑学クイズ王になるってことは、そう、小学校、中学校、高校と勉強してきたことが、うん、クイズ王への道になっていると。そう、だから今東大を出たからといってどこの企業に入ってひっきりなし、うん、そしてずっと安泰っていうわけではないじゃないですか。このね、サバイバルな時代ですよ、はい、っていうことはどこにも所属せず自分自身でクイズ王になって、でテレビに出てテレビに干されたら YouTube に行けばいいんですよ。ね、達人の道インフォメーション。ウイルスや細菌が心配な中、床からみんなの健康を守る時代を捉えたフローリングメーカーがエアウォッシュフローリングの生田。エアウォッシュっていう新しい機能を、空中に舞ってるインフルエンザ菌を落とすと、フローリングに落ちた菌とかウイルスが
分解不活化が始まって無害化すると。魔法の床ですね。そうですね、菌の削減とかウイルスの削減、あとは匂いとか VOC の削減も低減もしますので、健康フローリング。健康フローリング。太陽を浴びたドラキュラは消えてしまいました。生田のエアーボッシュフローリングと同じだね。え、光の力で床に落ちたウイルスを除去。フローリングの生田。宿題は消えないわよ。ちゃん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 。捜索といえばサスペンスドラマや小説で事件を多発させていますが、現実ではもっとすごいことが起きているんです。例えば遺産相続での兄弟間の争い、あんなに仲が良かったのに。お母さんの遺産が4000万円あったんですけれども、お兄さんが1000万円しかないと言い張って、妹は500万円しかもらえなかったんです。こんな悲惨なこと、亡くなった方も望んでいませんよね。そうならないために夢相続が生前のお手伝いを出します。オープンにして円満な相続をしていただきたいですね。さあ、お知らせの後も公募情報満載です。川柳はシニカルでコミカルが流線のコツですよね。そうですね。では続いての川柳は、ちょっとちょっと、私まだシニアじゃありませんから。え、そうなんですけど、うん、これはあのシニアじゃない方も応募ができる川柳なので安心してください。エミさんはいつまでもシニアじゃありません。ほう、ずっと若くてお綺麗です。ちょっといつまでもシニアじゃありません。なんか変な日本語。そうです ね、これからシニアにはなると思うんですけれども。いやいや、僕エミさんと天の声、うん、どれぐらいのお付き合いしてます。もう多分そろそろ20年ぐらいに迫ってきてますよ。ですよね、はい、もちろんシニア川柳なので、はい、シニア世代とかシルバー世代、うん、こういったものをテーマにした川柳をただいま募集中です、はい。締め切りは5月31日月曜日必着、うん、銀の壺シニア川柳で検索して応募フォームから投稿してください、はい。その応募フォームの中には郵便番号、住所、氏名、振り仮名、電話番号、うん、ペンネーム、うん、年齢、うん、いつまでも永遠の20歳、あ、それでもいいですかね、はいはい、作品などを投稿していただきます。はい、気になる賞なんですが、うん、グランプリ1名、うん、1万円相当のカタログギフト、うん、あ、1万円相当のカタログギフト、1万円相当のシップとかではないですね。シップとかではない。シップとかではないんですね。多分シップもあると思うんですけれども、はい、1万円相当のカタログギフトになっております、うん、おー、カタログの中から選べるからね、はい、あの多分いろんな種類があると思いますさあ、そして準グランプリ2名には5000円相当のカタログギフトと、はい、いうことで、うん、さあ、エミさん、シニア、あ、ちょっと過去の作品とかもしあれば参考にしたいので、うん、はい、今回第6回なので、はい、第5回一つ前のグランプリ、うん、はい、孫来たらカメラ止まらぬババラッチすごい、パパラッチとババラッチをかけてんですね。あとね、去年だとカメラを止めるなっていう映画が流行ったから、多分そこもうまく合わせてるじゃないですか。はいはいはい、孫来たらカメラ止まらぬババラッチ、はいはいはい、パシャ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 、もうずっと撮ってるんですよ。撮ってるんでしょうね。そうですよ。いやいやいや、いいですね。あ、いいですね、はい、っていうことは、はい、ちょっとなんか辛辣でもクスッと笑えちゃえば、はい、なんか OK みたいな、そうだね、感じですね。シニア川柳に関してはちょっと、うんうん、厳しく目に言っても大丈夫なのかなという気はします。あ、よかった、わかりました、はい、じゃあリスペクトを込めていれば、思ってればいいということですね。シニアに対してリスペクトも込めるんですね。そうです、そうです、そうです、わかりました。エミさんのシニア川柳もう考えられたんですね。もう大丈夫です。はい、早いですね、はい、どうぞ。記憶ない初めましての同窓会。もうディスりまくりじゃないですか。ディスってないですよ。ほら、ちょっとクソッと笑う、私も笑えるし、多分聞いてる皆さんも笑ってるでしょ、ね、記憶ない、記憶ない、初めましての同窓会ってのは結びつかないんですけど、そう、もう若干ね、ほら、年齢とともに記憶もあやふやになってくるじゃないですか、はい、初めましてですよねって、でも同窓会なのか、同窓会、ね、なんか出会いの場なのか、マッチングアプリ、マッチングアプリなのか、もう分かってる、お互いに、ね、そうですね、初めましてお年は、いや年はね、同窓会なんだからみんな一緒のはずなんですけど、はいはい、もうだからもう記憶がないんですよ、分かんない、思い出話なんかできっこない、できっこないっていうね、写真を見ても私がどれかわからない、もう綾小路きみまろさんの世界ですよ。すごいね、達人の道インフォメーション、マナーの達人がここに、みんなで考えましょう。
世の中には様々な人がいる。それぞれの思いがある。タバコについても同じだと思う。吸う人、吸わない人、好きな人、嫌いな人、様々であるということの大切さ、真剣に考えていきたい私たちです。 JT 累計販売数50万枚突破、おぼろタオルの大人気タオル、髪、顔、体専用タオルシリーズ、洗顔後の拭き取りに最適な洗顔タオル、吸水性にも優れ、お肌に当てるだけで水分を素早くしっかり吸い取ってくれます。さっぱりする。肌へのストレスが少なくなるよう、とっても繊細な糸で作られています。お風呂で体を洗うなら全身タオル、お風呂で体を洗うと心地よいと感じるよう計算されたタオル、全身タオル。優しくて気持ちいい。泡立ちもきめ細かく、入浴時女性のお肌を優しく洗い上げます。そして髪への負担が少なくなるよう、吸水スピードと吸水量にこだわった先発タオル、当てるだけで髪が乾いていく。ドライヤーの時間も短縮され、ダメージが少ないですね。創業明治41年のおぼろタオル、その技術の結晶、髪、顔、体専用タオルシリーズ。一度手に取ればもう手放せなくなりますよ。よく常連さんが来るからリピーターも多いし、居酒屋。さえみさん、はい、続いてはこちらのネーミングです。お、春なのに。もみじだけど春なのに。お別れですか。合ってますよね。す、春なのに涙がこぼれま す。出だしが低かったんだ。これは柏原さんのお歌ですよね。そうです、はい、エミさん、この漢字、うん、これ知ってます。知ってますよ。おごせでしょ。さすが。地名でしょ、埼玉の。さすが。知ってますよ。もうさすが、テレタマカバーされてるエミさん。そうですよ、おごせです。おごせ、はい、埼玉県のおごせで、うん、この黒山さん滝というのがありまして。あ、でも黒山さん滝は行ったことないです、まだ。みんな、あ、そう、私も聞いたことあるんですけど、はい、行ったことがないんです。はい、はい、この滝開きが2021年70周年を迎えると。すごい。そこでその、まあ、名所になっている滝と紅葉の愛称をただいま募集中ということでございます。はい、あ、いろんな滝があるんですね。今私ね、実はこう、そうなんです、はい、手元にあるんですけれども、わ、すごい。そうなんですよ。天狗滝、下流の滝、はい、黒山文学館上流の滝、うん、男滝に寄り添う紅葉、うん、女滝に寄り添う紅葉、うん、天狗滝に寄り添う紅葉というこの5つの募集をしております。はい、なんとですね、うん、それぞれ最優秀賞があって、それぞれ1万円分の商品券などがいただけると。おー、すごい。全部取れば5万円。計算早い、早い。2、3、数字、お金に関する数字、早いわ。早い、うん、応募はですね、はい、公式のホームページがございます、うん、黒山さん滝ネーミング愛称で、検索していただければ応募用紙をダウンロードできます、はい、この応募用紙をですね、今エミさんが持っているんです。あ、そうです、はい、これですね。これをダウンロードするんですか。はい、そうなんです。はいはいはい、はい、これをダウンロードして、うん、郵送、うん、ファックス、メール、はい、なんだったら、うん、持参してくれても、持ってきてくれてもいいよと。あ、そうか。でもほら、はい、この中だから送った方が多分いいでしょうね、ね、相手方も。はい、越生町観光協会まで持ってってもらってもいいんですが、うん、まあ郵送かファックスかメールにしましょう。そうですね、はいはい、でこれそれぞれの滝の特徴もここに書いてあるので、うん、なんかそれを見ながらなんか考えるっていうのもいいですね。いいですね、はい、うんうんうん、そういったことでホームページなど確認してください、はい、さあエミさん、滝2つ、もみじ3つ、うん、相性、うん、考えちゃいますよ。わかりました。まずは天狗滝の下流の滝、うん、の相性ですよね、はい、ネーミング。花高滝、天狗滝に花高だかみたいな、花高だかそうみたいな、花高だかだけみたいなね。
ダメ？鼻たきかーだけ。鼻たかだかだけみたいな、こう外国人外国人も鼻たかだかみたいな。ダメ。不採用です。不採用。ボケてますこれ。ボケてるんだったら正解です。うん、ボケてるんだったら正解。ボケとしては正解です。じゃあ真面目にいきましょう。はい、お願いします。テングフォール。いいね。鼻たかだきってちょっと外国人風に言って。たのは、うん、外国人の方もまあちょっとボケしか考えてなかったのに今考えてなんかすごいでしょ。辻褄合わせるのやってもらっていいですか。まあ、コロナが落ち着いたら外国人の方も観光でまたね日本に来ると思うんですけれども、うん、なるほど。その時に、まあ、天狗っていうのはね日本あの古来のものですから。そう、世界にもね、はい、天狗って言うと天狗のジャーキーとか知ってる。天狗ジャーキーですよね。あれね、美味しいんですよ。そうなんです。海外行くと買っちゃうんですよ。天狗ってことは結構わかってる。でフォールって滝じゃないですか、はい、なのでそれぐらいは分かりますよ。テングフォールって言えばいい、ね、外国人の方もすぐ分かるいい、ね、っていうことで。これは外国のね、うん、インバウンドガッサガサ来てこれからね来てほしいですからね。テング滝、下流の滝は、はい、テングフォール。テングフォールにします、はい、続いては黒山文学館上流の滝、うん、文学館があるんですね。なるほどなるほど、はい、じゃあこれはそうですね。あ、なんかね、あの、うん、すごくあの人気で、うん、あの何回もリピーターの方が来られるぐらいいい文学館だそうですよ。何があるか知らないけど何度もリピーターなくったか来る。お、常連の滝、常連さんの滝、常連の滝舞い上がる。それはあれですね、常連の滝あるよ、もう静岡に。常連さんの滝じゃよく常連さんが来るからリピーターも多いし、居酒屋か常連さんがここに来るんですよ。いや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 、どうもって言って、エミさん、ん、不採用です。不採用、はい、もうこれボケだから。あ、ボケなんだ、ね、ボケだから。ボケなんだったら採用です。あ、はい、よかったよかった、はい、じゃあ真面目に真面目にいくと、この流れは何だ、上流の滝だから、あ、じゃあ文学の滝どうですか。なるほど、あ、すごくしっとりとしていい感じ。だからここに行くと文学の滝なので、うん、例えば受験生とか何かの資格に受かりたい方がお参りに行くと、お参りに行くと受かると、願いに滝をね、そう、打たれに行ってもよし、お参りしてもよし。なるほど、打たれるかどうかはちょっと別情報ないですけど、で、はい、ここにグッズを売るんですよ、グッズを。なるほどね、あの文学の滝って言ってそれをお守りにすると、はい、受かる、ね、資格、はい、合格、はい、文学の滝にしましょう。あくまでも個人の感想ですと。そうです、そう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 ですね、はい、なるほど、わかりました、うん、文学の滝、はい、次は男滝に寄り添うもみじ。こちらもみじの愛称です。男滝、はい、あ、男滝、男滝あって言いますけど女滝っていうのもあるんですよ。なるほど、男滝に寄り添うもみじ、あ、うん、これはお宮のもみじでしょ。かじとお宮行かないで行かないで、あ、寄り添ってるから、ね、行かないあれ、ね、寄り添ってんじゃないの、蹴られてんの、蹴られてんの、今だともう DV ですよ。完全アウトじゃないですか。そう、そんなのでしょ。 DV でお宮はストーカー、もうこれか、これ諸説ある、これはもうボケですよ。もうダメダメダメ、こんなお宮のもみじにしちゃダメ今これほんと、あの、ほんと訴えられちゃいますから、ね、こんなことになったら、ね、会員首都お宮のね、はいはいはい、ダメ、お宮のもみじじゃなくてボケでしたか。これボケです。エミさん一流のボケですね、うん、真面目にいくと、はい、この流れなんだね。そうですね、はい、法要のもみじ、あ、男滝に寄り添う、そう、寄り添う法要の方です。行かないでじゃなくて行ってらっしゃいの方の法要です。または、うん、あったかくこう包み込む感じですね。そう、そっちです。もう今の、あ、なるほど、21世紀ですよ。さすがコンプライアンスにうるさいエミさん、訴えられたら大変なことになりますね。はい、会員チアレ蹴ってますからね。だ、もうダメ男ですからね、ほんとダメダメ、ほんと下駄で蹴って、いや、もう狂気ですよ。もうそれはね、本当傷害罪ですよ。逮捕ですよね。寛一逮捕。ね、もうおみやもそんな寛一とは、うん。もうすぐ別れた方がいい。別れた方がいい。僕もそう思います。はい、はい、さあ続いては？続いてはですね、うん、その女滝に寄り添うもみじ。なるほど、この逆バージョンですね。はい、もうこれはもうね、はい、これしかない。寛一のもみじ。てやんねん。続きの女滝に寄り添うもみじ、天狗滝に寄り添うもみじは YouTube 達人の道で配信します。そちらもぜひご覧ください。こんくらい厳しいのに簡易とみじなんか言ったら ねすぐ訴えられますから、すぐ本当に。地上波未公開シーンはこちら、こんな今コンプラ
厳しいのに簡易ストーン民事なんか言ったら ねすぐ訴えられますから。すぐ本当に日本も訴訟社会になりましたからね。そうですよ。簡易地の民事はじゃあボケと。ダメです。はい、ダメです、ダメです、ダメです。これはもう不採用です、はい、これはもう主語の民事、あ、守ってあげ る、ね、やっぱ男性は女性を守ってあげてほしいなっていう。あ、いいですね。そうだから急にお宮と、そう、急に簡易地とかとは話が、そうです、だから主語の民事、そうだから法要の民事と主語の民事、わ、これいいね、ま、うん、回ってみたい。あ、そうだからここを回るとこれはあの夫婦仲が良くなるとか恋愛成就、結婚だ、結婚したい女性男性はここを来てください。なるほど、うん、えみちゃんの、えみちゃんからですね、ええ、すごい商売の香りを感じるんですけど、何か売ろうとしてますか。ビジネスです、やっぱビジネスで、まずね、このほらここの文学の滝に来て合格祈願、はい、でここの男滝と女滝のもみじの方に来て夫婦仲良しとか、うん、恋愛成就、結婚成就というところで、ね、ここでグッズを出す。こんな大自然の中にすごい売店ができそう。できるんですよ。これあれですね、オンラインでも買えるような。あ、もちろんです、ね、このコロナ禍なので。オンライン参拝して、そう、オンライン参拝、そうそうそう、オンライン巡りをして、そう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 、グッズも買うことができると。できると、これ商売につなげないとやっぱりね。そうですね、そうですよ、はい、おっしゃる通りです、はい、5つ目、はい、5つ目、あ、まだありますね、はい、次何でしたっけ。天狗滝に寄り添うもみじ、最初に出てきた天狗滝、ここに寄り添うもみじがあって、うん、こう左右一対になってるんですね。あ、こうふわっとこうね、なるほどね、包むようにね。じゃあこれ法要のつつもみじでいいですか。いや、これちょ主語のもみじでいいですか。もうないです。いや、もうだボケると、もうボケないですよね。もういいの、もうなんかいっぱいです、はい、もういらない、コンプラにも引っかかるしね、はい、そうですよ。じゃあ真面目に、はい、だってどうせ簡易地もみじとかお宮もみじとかいいでしょ、また。そうですよね、はい、もうバレてるね、うん、だとしたらもうこれ真面目に、はい、シンプルに天狗トンネルもみじ。なるほど。なんか見た感じだとちょっとなんかトンネルみたいに、そう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 、なってるし、うん、これいいんじゃないですか。天狗トンネル、天狗トンネルもみじでいいですね。あの特にこれトンネルもみじにすることによって今すごく辛いと、その先が真っ暗で、はい、お先真っ暗で人生辛い、見えてこないという人に、はいはい、トンネルの先は必ず出口があって光が見えるんですよというご利益がある滝なんです。ご利益が、そうなので今人生真っ暗な人がここを参拝すると急に明日からいいことが開運、開運です、ここ開運成就。そうだからオンラインでね参拝していただいてグッズを買っていただければでもあのエミさんの話を聞いて、はい、行ってみたくなりましたね。どうですかこれ、はい、行ってみたいでしょ、回ってみたいでしょ。回りたくなりましたでしょ、はい、天狗フォールだってこれあのビジネスですよどんどんもう天狗の鼻のように伸びていく、もううなぎ登り、右鼻上がり。なるほどね、そう、はい、だからもう全部人生がもうこの5つの滝を回ることで、いや、埼玉は自然豊かな場所もたくさんありますからね、はい、ぜひ大越、うん、黒山三滝、うん、ロケ行きたいね。あ、そうですね、まず一回リサーチしてエミさんがどんなものをグッズ作っていくのかと、うん、そうですね、ここ の, あのそうですね、どなかたとこう交渉しながら、はい、グッズを決めていきたいなと思っています。他人思いの優しい君だからこそ僕はとっても心配で、自分を責めて隠れて泣くのも君らしいと言えばそうだね。風が笑ったらこの葉もクスクス笑い出して、木漏れ日が降り注ぐだろう。だから次回達人の道は昭和を楽しむ達人、昭和から続く都会の銭湯、そして昭和から愛されている炭酸を満喫します。お楽しみに。